駅構内図角の建て駅は、秋田県仙北市角の建て町中菅沢にある、東日本旅客鉄道、秋田内陸縦貫鉄道の駅である。JR 東日本の田沢湖線と田沢湖線上を、走る秋田新幹線、及び東駅を終点とする、秋田内陸縦貫鉄道を秋田内陸線が乗り入れて、おり、下り最終と、上り始発の一往復を除くすべての、小町が停車する。 駅舎は両者とも線路に対し、北西向きに設置されている。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ、地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。駅舎は、武家屋敷をイメージしている。JR 東日本東北総合サービスが、駅業務を受託している、大曲駅管理の業務委託駅。直営駅時代は、 生田駅、うご長野駅の各駅を管理していた。緑の窓口、自動券売機、新幹線 E チケットサービス専用簡易改札機、ヌーデイズ、土産屋がある。駅スタンプが設置されている。JR 角野立駅の事務官コードは21206。2016年10月20日より、田沢湖線全線開通50周年記念として、列車到着時におもてなし、メロディー。 小山林が使用されている。乗り場等短式ホーム一面一線を有する地上駅。留置線も一線あるが、一旦、高野巣方面に引き上げる形となっている。JR の一番線ホームと平面で接続しているが、通常は、柵で仕切られているので、双方の連絡は一旦改札から外に出る必要がある。秋田新幹線に遅延があり、係員の指示がある場合に限って、 柵を開けて直接連絡できる。田沢湖線とはかつては線路がつながっていたが、同線が秋田新幹線開業に伴い改めきされたため、現在は線路が独立している。終日社員配置駅。駅舎には待合室、出発窓口、改札口がある。かつて販売されていた主な駅弁は下記の通り。 2020年度の1日平均乗車人員は356人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅周辺の風景角の立駅前、観光案内所北側から発着。駐車区出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。